It controls the whole world and more.仕上げちゃうから原稿今訳してるのって雑誌よそうイギリスのファンタジーはーいおはようじゃなくてロンドンはこんばんはだね兄さんあインドうん元気だよ母さんに代わるね じゃあ、行ってきます。あ、待って、月曜日よ。お。はい。時々ね、母さんのおまじない好き、可愛いなって思うんだ。可愛いって、でもね、こういうのって大切なのよ。はいはい。行ってらっしゃい。 おはよう。アズナ、おはよう。
ねえ、英作文の宿題できた？お母さんにヒントもらっちゃった。やっぱり教えて。どうしようかな。リカ、あんた何やったの？え、私？生徒会長から呼び出し？なんで？リツカ、どういうこと？って、私が聞きたいよ。でもさ、レム様がわざわざ呼び出してんだよ。心当たりないの？いや、何にもないよ、そんなの。あの子よ。校則違反とかか？そんな奴には見えないけど。でもちょっと羨ましい。だよね、レム様から呼び出しなんて。第三図書館、私も行ってみたい。ねえ、大丈夫？リツカ。うん、とにかく行ってくるよ。第三図書館。諦めろ、もうこれで罪。懺悔の時間だ。 Say yes。 おいで、綺麗な蝶々たち、吐息で届かせ。 We love your sweet soul。 俺様のものになれよ。友を抱きしめて Kiss you。 かわいそうな君、優しく壊してあげるから。たたれよ我らを。誰もが心奪われ、永遠の果てと落ちてく。艶やかに甘やかに、盗作のラビリンス。第三図書館、思考学園生徒会。来るものは祝福しよう、印授けよう。禁断の花園、思考学園生徒会。もう君は逃げられない、魅惑の虜。立花リツカだね。はい。私が思考学園生徒会会長の鍵抜きレムだ。実は君が校則違反をしているという投書があったんだ。え、私そんなことしてません。投書があった以上は調べないと。だから校則違反なんてしてません。投書したの誰ですか？なんて書いてあるんですか？質問するのは君ではなく私だ。そんなの一方的すぎますよ。いいね、言い返したよ、この町長は。面白い。ゾクゾクするね。立花律か、興味深いな君は。君に聞きたいことがあって呼んだんだ。
とにかく私、高速違反なんてしてませんから。失礼します。驚いたね、あのペンダント。本人は何も知らないみたいだね。かわいそうに。これは思ったよりも手がかかるぜ、レム。手などかからない。次は罪に持っていく。何なのあれ。もうリツカ、アズナ大丈夫だった？信じられない。私が高速違反したって決めつけて。何それ。みんなレム様とかって憧れてるけど、あんなんだったなんて。でも大丈夫？また呼ばれたりしない？呼ばれてももう行かない、うん、行こう。あっちの部屋みたいです。荒らされたって話だったけど。でも、泥棒が入ったって言ったよね。お母さんが捕まってるって。そうです、部屋中めちゃくちゃって。なんで、なんで。なんでって、聞きたいのはこっちだよ。まあ、異常がなくてよかったね。でも、母が。どこかに出かけてるんじゃないの？違います、血が出て。もし戻ってこないことがあったら、また連絡してくれる？待ってください。待って。母さん、気になった電話は電波の届かない場所にあるか、電源が入っ。まさか連れて行かれたとか。もしもし、リツカ。兄さん。どうした？母さんが
すぐそっち帰るから。それまで友達の家に泊めてもらえ。アズナだけ。え、あ、でも母さんが帰ってきた時私がいないと。ダメだ。その男たちが戻ってくるかもしれない。いつか絶対にペンダントを離すなよ。え、アズナ。とにかくさ、すぐに家へおいでよ。途中まで迎えに行こうか。ううん、大丈夫。禁断のグリモワールはどこ？いえ。なぜ？チッ、バーベナか。その手を離せ。邪魔はさせない。あいつら逃げていった。あのありがとうございました。私あのいや何も。わけがわかりません。家の中は元に戻っているし、警察は母さんがいなくなったこと信じてくれないし、あいつらなんです。さっきのあいつらがうちの中を荒らして、そして君を連れ去ろうとした。はい。禁断のグリモワールはどこだって聞かれました。禁断のグリモワール。グリモワールって魔導書のことですよね。なんでそんなこと私に。本当わけがわからない。君はグリモワールとは何か知っているのか。亡くなった祖父が民族学の学者だったんです。ヨーロッパの黒魔術とか悪魔とか吸血鬼とかの伝承について研究してました。それで私も少し。お帰りなさいませ、レム様。私の推測だが、君の家が荒らされたのも母親が消えたのも最近学園で起こっている不穏な動きと関係があるかもしれない。不穏な動き？
どうやら悪魔崇拝をしている生徒がいるらしいんだ。悪魔崇拝？あの投書には君も関わっていると書かれていた。そんな、私何も知りません。奴ら、君の家にそのグリモワールがあると思っているのかな。ないです。そんな話聞いたこともありません。あの、私もう一度警察に相談してみます。母を助けてもらわないと。うちから連絡する。こういう時はこの鍵抜き家の名前を使った方が早い。あの、ありがとうございました。助けていただいて、それに母のことまで。誤解しないでほしい。君のためなどではない。生徒会長として学園の秩序を守りたいだけだ。どこから来たの？おいで。心当たりがあるのか。亡くなった祖父の家が、母さんの、やっぱり来たんだ、ここに。これで罪だな。第2幕、迷いと秘密のジルバ。